トゲの直径チャートについて解説していきます。これまでなんか普通のあんまり変わり映えのない直径がやっとブロードソードで終わったので、ここからはやっぱちょっと特殊なトゲの直径、出血付きの直径取る入手方法も、ちょっと特殊なやつができる。ここからなんかまともに喋ることができるなと。で、最初、トゲの直径なんですけど、ここから、くさび石のかけらを拾っていきます。トゲの直径はやっぱり出血がついているんで、もう出血メインで戦うために、エンチャントはできるんですけど、それを、非常に弱体化してしまったカーサスの非人っていつも呼んでますけど、なんて読むか分かんないんですけど、出血延茶を使っていこうかなと思います。相当弱体化されてしまったんですけど、延茶自体は。ただ、出血武器に塗ることによって、ちゃんと、全盛期ほどじゃないですけど、火力が出せる感じですね。で、そう。で、トゲの直径に関して、位牌を、墓守の位牌を拾うんですけど、いつも、くさび石のかけらって買ってるんですよね。他の今までのショトソウとかそういうのは買ってたんですけど、買うためにはそのはぐれデーモンの辺りにある位牌が必要になるんですけど、あれ取りに行くのって結構ロスになってて、でそこでついでに、松ヤニとかも、入手して、でそれで進んでいって言ってたんですけど、今回トゲの直径に関してはその辺の松ヤニがあんまり必要ないっていう、あってもしょうがないというか、結局後々使わなくなるんで、取りに行くのはロスだということで、もう全部拾って済ますことにします。くさび石のかけらは。で、そのためにこの辺の、拾いつつ進んでいく。ここに1つ、一番最初に1つで、今ので2つ目で、そのまま進んでいって、ここ右に曲がって下に1つで、とりあえずここで手に入るかけらは OK で、鋭利派生にするので鋭利な、奇跡も取る。で、位牌を取るんで、ここで炭松ヤニが取れる位牌を取る、先に取ります。ここは結構ロスない、長いはしごを登ったりしなくていいんで、結構ロスなく取れるんで、ここだけは取っときます。で、この位牌は、別にくさび石のかけらが、使えるように、じゃあ買えるようになるわけじゃないんで、まあ、あんまり必要かというと微妙なとこなんですけど、とりあえず、出血延茶が取れるまでのつなぎですね。つなぎとして、お、珍しいモーションってわけではないか。出血延茶が取れるまでのつなぎとして、拾っておきます。で、くさび石のかけらを拾う関係上、先にこの呪いバラの退治を倒しに来ないとくさび石のかけらが足りなくて、まあ足らすことはできるんですけど、それだとちょっと、ロスがある場所に取りに行かないとダメなんで、先に自腹の退治を倒しに来ました。なんで、ここはトゲ直で倒しません。まあ、トゲ直にしたところで、別に出血が効く相手じゃないんで、あんまり、ここで自腹の退治をショートソードで倒しても、まあ、別に関係ないでしょうと。で、そのまま進んで、ここも、足元にあるくさび石のかけらを拾う。で、このなんか気持ち悪い虫の周りのくさび石のかけらも拾う。で、次、ファラン城塞を進むときも、エストのかけら拾う、くさび石の。で、いつも右手の、火を先に消してたんですけど、右手の火はスルーして、左から、今回は進んでます。で、グレートソードのときに、言い忘れたんですけど、グレートソードを取るときの、ルートとしては、この腐れ松ヤニを取ってから、ここ、抜けて降りて、一気に進むと、左手ぐるーっと回っていかなくて済むんで、かなり早く行けます。エスト瓶、その分やっぱり落下ダメージ食らうんで、エスト瓶飲む必要あるんですけど、で、さっきのところちょっと右手に上がったらグレソがありますと。で、これで、くさび石のかけらを拾うには、さっきみたいになルートがいいと思います。
あ、ちょっとここ早送りしちゃった。間違えた。そのまま、初期位置から右手のところに、右手の火を消しに行けば、その道中に、3つ、じゃあ4つか、4つ落ちてるんで、今、くさびしのかけらがちょうど12個ある状態です。で、まだ棘の直径を入手してないので、いつも通り炎のダガーで結晶のコロを倒します。棘の直径の入手方法は、深みの主教、じゃあ深みの聖堂にある、いる、しん、じゃあ深みの聖堂に侵入してくる棘の騎士カーク。棘の騎士だったっけ？なんか、なんとか指のカークだっけ？なんか、無印とあれと、混ざってる気がする。まあいいや。で、ここなんですけど、いつも深みの聖堂正面から、かがり火入ってたんですけど、入らずにもう先に進んじゃいます。進んで、で、後からショートカットを開けてきますっていうのも、結局棘の直径を入手してから、ここですね。ここで、コッペンを見て侵入してきます。で、ショートカットに進みます。で、カーク、中指のカークでしたね。で、カークを倒すんですけど、普通に倒したら自己率も高くて、普通に、こっちの火力も低くて強いんですよね。だから、安定して倒すために、ここに2箇所をまず開けます。で、カークをちょっと、いつももうちょっと近くまで来てるんですけど、今回ちょっと来てなかったですね。雑魚に引っかかったりすると来ないことがある。で、カークをそのまま呼んできて、あ、来た来た。で、エレベーターを上げて、誘い頭蓋で落とすと、非常に簡単に倒せる。ソウルも結構入りますね。で、これで棘の直径入手して、で、かがり火も灯して、DLC1 に進んで、くさび石の大かけらを拾ってスタートですね。まあ、だから真ん中から、正面からあのかがり火を開けに行く必要はなくて、ぐるっと回ってから来てますね、そのために。ここでやっとエーリプラゴの、棘の直径ができますと。で、あと足りない、ちょっと初期、その辺に落ちてるだけじゃ足りない分の薬方松ヤニを買っておきます、ここで。まだ、この時点では、出血延長を持ってないので。なので、ここはもう普通の直拳として戦っていく。R は2発で倒せる細長いやつを。結構強いですね、この時点では。まあ、カーク倒した分とか、ジュバラの体重倒した分とかで、結構もうすでに火力というか能力が上がってるんで、サクサクでいけますね。で、1回ぐらいは出血するかな？しないか。10回効けないとダメだからしないか。ああ、出血はしないですね。30、出血値が30で、深みの主教の、耐性が300だと思うから、10回切らないとダメなんで、まあ10回切る前に、こっちの火力が高くて倒してしまいますね。で、深淵の感謝。ここも、出血が効かない相手なんで、当然、エンチャントをしていく。まあ、効こうが効かまいが、ここは、出血延長がないんでいいんですけど、まあ普通にやっぱ直拳なんで、もう R1 連打するだけで倒せると。特に何の問題もないと思います、この辺は。で、第2形態も、で、確か R2 のモーションがちゃんと、R2 のモーションがちゃんと突きモーションだったかな。だから、すごい使いやすい。踏み込み、ブロードソードみたいな踏み込みって、やっぱどうしても攻撃発生が遅くて、モーション長くて使いにくいんですけど、棘の直拳はもう非常に使いやすい。だから別に出血が効かない相手でも余裕で倒せると。で、ここで忘れないように墓守の位牌を拾いに行くと。で、ここ上に行くと結構な確率で、骸骨に絡まれるんで、もうしょうがなくプロロしてます。まあ、リアルタイムを目指してるものじゃないんで、そこはしょうがない。で、ウォルニール戦。まあ、ウォルニールも十分こっちの棘の直拳の火力が高いんで、もうエンチャントしなくてもすぐ割れたりとかするぐらいで、非常にやりやすいですね。で、この攻撃が来ると逆の手に攻撃しておくと意外に、早かったりする。ていうか攻撃はできます、実は。
ちゃんとその分、蓄積されてるんで、ここが1で壊れると。まあ、敵のモーションに合わせて、ちゃんと動きましょうということですね。ここからはサリバーンまでは飛ばすと。で、そう、トゲの直径は、攻撃力なんですけど、その攻撃力が営利派生にしたときに、営利40にしたときに、確か385か7か、なんかそれぐらいあって、で、ショートソードが350ちょいぐらいで、ブロードソードが417ぐらい、ちょうど中間ぐらいなんですよね、火力が。で、まあ、中間って言ってもほぼ390ぐらいあって、全然低くない、すごい火力実は高くて、出血もついてて火力も高いトゲの直拳ってめちゃくちゃ優秀なんですよね。で、出血が、生きてくるのがこっからですね。そう、さっき墓守の位牌を拾ったので、この辺から出血がしっかりと、出てくると。で、大体のボスに関しては出血耐性が300あって、で、それに対してトゲの直径の出血値が30で、プラスカーサス塗って20プラスなんで、大体いつも50で、トゲの直径運を上げれば30から上がるんじゃないかと思って、運を振ってみたんですけど、運が最初初期値が10で、20まで上げてようやく31にしかならなくて、なんかすごい上がり幅が渋かったんで、ちょっと運を上げて出血加速するチャートはやめました。っていうのも、3敵の、出血値が300に対してこっちが50なんで、6回攻撃すれば、出血するはずなんですけど、当然ボスもこっちと同じように、プレイヤーキャラと同じように、そのだんだんと、出血たまる値が減ってくるんで、あ、めっちゃ削れてますね、イラの話してたら。2回出血してもう8割、7割ぐらい、8割削れてる。早速、出血の強さがこう出てる。あ、早い。そう、そうなんですよ。トゲの直径めちゃくちゃ強くて、振ってる時に思ったのが。で、なんだっけ。あ、そう、踊り子ももう、かなり楽に倒せます。モーションも強いし、出血もあるし。ちゃんと、6発、そう、6発で300溜まると思いきや、敵の、あれ、出血値もちゃんと回復しているんで、少しずつ。で、結局7発当てないとダメ。で、6発、ブン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 って、絶え間なく振ることができたら、ぴったり出血するんですけど、まあ、そういうことはほぼない。だいたいターン制バトルなんで。だから、運で33とか34とかに上げてれば、多少減っても手数を1手、減らすことができるかなと思って運を上げようと思ったんですけど、運にちょっとレベルを取られすぎるんで諦めました。で、踊り子も、問題なく倒せると。で、オスロエスみたいな、特にオスロエスみたいな体力の多い相手にはやっぱりその出血が非常に強い。しかもブンブン振れるし。モーションが、モーションじゃない、なんていうの、あんまりその単性というよりはぼーっとしてるタイプのボスなんで。ただ背中を向けてこの霧を2回もしてくるのはマジで鬱陶しいですね。これやめてほしい、本当に。そう、出血もうガンガン出血するっすね。なのでもう4桁ダメージは結構よく見るかな。はい、また出血。大体3回ぐらいは出血すると思うんですけど、出血するとどれぐらいのダメージなのかな？ 4、500ぐらいのダメージなの？ 400 ぐらいか。600ぐらいか、こいつの場合だと。体力多いから。まあ大体500、400から600ぐらいのダメージになるんかな。そう考えると、普通の松ヤニで1発30で、普通の松ヤニは1発だいたい30ぐらい平均して上がるんですけど、黄金松ヤニとかですね、その辺を、
縫って6回切ります。じゃあ7回切る必要があるか。7回切ります。で、7回切った時に3721200ぐらいダメージプラスになるんですけど、このトゲの直径に関しては5、6回切るだけで4、500ダメージが、プラスされると。6回、じゃあ7回、6、7回か。なので、1発当たりのダメージって結局倍ぐらい、実は倍ぐらいになってて。で、まあ、出血が元からあるから雷塗って、では出血をと雷両方を狙えばいいじゃないかっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、こういう、出血が、効かない相手はちょっと別なんですけど、じゃあそれで出血をさせようとした時に手数がどれぐらいいるかっていうと、1発30で300の耐性がある相手に、出血させようとすると、当然10回では足りなくて、どん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 回復して敵が詰行動して攻撃ができない時間も増えたら、まあ、12、3回切らないとダメなんですね。12、3回切ってようやく1回出血で4、500プラスダメージになると。で、12、3回切るってことは、黄金松ヤニがだいたい360から400ぐらいのダメージが入る。で、プラス出血で、300、じゃあ400ぐらいか。だから、危ない。いらんこと言ってたら危ない。まあ、竜狩りの鎧は別に出血ないんで、単なる直剣の立ち回りをするだけです。はい、おしまい。で、なんだっけ。そう、出血ダメージが、ダメージプラス黄金松ヤニがダメージか。を考えると、だいたい700ぐらいになるんかな。700か800ぐらいのダメージになるか、黄金松ヤニを塗ると。ただ、棘の直径にカーサスを塗ると、要は、6、7回、まあ、12、3回切るってことは6、2回、2回ぐらいだいたい出血すると考えて、まあ、ちょっとしっかり攻撃しないとダメなんですけど、すると考えると、2回出血して、それで800から1000ぐらい、まあ1000はいかないか、800から900ぐらいのダメージは入るか。なので、黄金松ヤニを、で、それでもちろん、その、なんていうんですかね、黄金松ヤニ塗った場合に攻撃する回数が減れば減るほど出血が遅くなって、ダメージが減ってしまう、1発 R1 あたりの。なので、それを考えると、6回攻撃するだけで必ず出血の入る、6回、7回攻撃するだけで必ず出血の入る、カーサスの方が、棘の直剣みたいに最初から出血がついてる武器に関しては、有効な気がします。そうじゃない武器に関しては、カーサスを塗る意味はほぼないと思います。普通の武器に関して。ちょっとすみません、全然画面見てなくて、出血の話をしてたんですけど、まあ、この辺もどれぐらいダメージ入るのかな、ちょっと分からない。 R1 一発がどれぐらいだった、今、300ぐらい、 R1 一発が300ぐらいで、300ぐらいで、300ぐらいで出血が入ると500、300で800まで伸びたんで、だいたい500、1発500出血が入るか。危ない危ない危ない。ちょっと今横着しましたね。だから大体のボスで500、4、500ダメージが入るので、よっぽど低体力のボスじゃない限りは、黄金松ヤニよりも、カーサスを塗る方が、早いんじゃないかなと思います。実際振ってて早いと思いました。今、座る場所間違えて2回座ってましたね。どうでもいいわ。ごめんなさい、本編のボスをほとんど解説することなく、まあ、立ち回り自体は変わらないんで、ただ、出血がいかに入るかっていうのが重要ですね。化身とかも見ると、まあ、しっかりと手数が出れば、2、3、4、5、6、7、7回で必ず出血はするかな。化身はさすがに攻撃し続けるのは難しいんで。7回で出血します。で、ひるんだら当然もう確定でほぼ出血出せるので、2回出血すればほぼ大体の敵はもう死にかけ。まあ、化身は体力は少ない方なんで、他のボスに比べると。
まあそれでもかなり、早い、ブロソとかそういうのに比べると。もう、カーサスエンチャに関しては完全に、おっと、今のは変なステップを踏んでしまった。カーサスエンチャに関してはもうほぼ、出血持ちの武器のためにあるものですね、今は。普通の武器に使ってもしょうがない。ああ、今 R1 入れられたな。なんか迷ったな。で、ローリング R1 もなんか出血のモーション値、出血のモーションというか出血のたまる値がちょっと蓄積値が低い気がするんで、ローリング R1 はまあそんなに対応するのは良くない。普通に R1 を振った方がいいと思いますね。まあ隙に、こちらの隙によりけりなんですけど。どれぐらい減ってるのかちょっと知らないんですけど。で、レモのローに関しては、出血は効かないんですけど、別に出血を、させる必要はなくて、十分に強い直剣、当然ショートソードよりも強いし、まあロングソード並み、ロングソードよりも、10か20攻撃力が低いぐらいなんで、まあ見ての通り、ほぼ何もさせずに倒すことができると。直剣として普通に強い。まあよく忘れるのが、素性が死角だったら筋力を1上げないと片手で振れないっていうことがあって、それをたまに忘れてしまうんですよね。1回ぐらい忘れたかな。あ、いきなり積んだ。で、さすがに、こいつ、この鳥に関しては、出血させる前に倒してしまうというか、一発これ400ダメージ入るんですけど、400ダメージ入るんだったら、頭が5回攻撃すれば、ちょっとひどい立ち回り、5回攻撃すれば、ひるんでスタブを入れて終わらせることができるんで、ここに関してはダメージを上げた方がいいと思いますよ、ダメを。出血を狙って、まあ出血してもいいんですけど、結局スタブ入れたらほぼ終わりなんです、ここで。で、R1 一発でもよかったかな。これでおしまいと。ちょっと立ち回り悪かったですね。無名の王に関しては当然、カーサス戦車では、ローリング R1 は今の許しはなかったかな。あとは直剣の立ち回りで、普通に避けて攻撃で、もう一発入ったな、今のは。まあ、かなり慎重にいってますね。もうこれで勝ち確でしょう。もう一回出血とスタブが入ると。出血入るかな、入ったんかな。まあいいわ。おしまい。無名の王に関してもやっぱ出血できるとかなり強いですね。てか出血に耐性があるボスっていうのがほぼいない。もともと出血が効かないか普通の耐性か。出血耐性値が600ぐらいのやつっているんかな、ちょっと分かんないですけど。で、王者の墓守と大老に関しては、犬はとりあえず、まあ、犬これ延茶してもしなくて、薬を延茶してもしなくても正直変わんないですけどね。で、ここは盾構えているんですけど、盾構えてても出血はどんどん蓄積されていくので、盾状態でこう出血すると。で、1回出血すればもう体力半分と。で、もう1回出血されたのに、ブンブンすれば、もう死にましたと。めっちゃ強いですね、やっぱり。ブンブンできる相手には。てか、なんで盾構えて出血溜まっていくのかが、このゲーム、謎ですよね。まあ、出血耐性のある盾っていうのが多分あるから。ああ、押された今の。ああ、危ない。犬もできるだけなんか頭を攻撃できると。ああ、てか、犬結構出血しやすいんですよね。なんで、ひるむ前に倒せる。大体。犬じゃない、大量の出血に、弱い気がしますね。動物系は、おーっと、うまい。動物系はそんな気がする。で、フリーでも、ちょっとフリーでに関しては手数出しにくいんで、どうしても。
見てしまう。R1、まあ、うまいことあんな感じで、相手が甘えてくれれば結構、入れることができるかな。これスタブを取りに行けるんで、前ローリングすればスタブ取りに行けるんで狙いましょう。で、置き攻めの R2 からの R1 でよしと。まあまあまあ、普通ですね。多少被弾するのはしょうがない。で、アリアンデルに関してはかなり出血耐性が低いので、ブッシャブッシャ血が出る。3発切れば確かいけるんかな。1、1、2、3、4発か。ちょっと待って、よく見えなかった。1、2、3か。4発ですね。4回切れば出る。で、数えてる間にもう終わると。早い。3回出血したんかな。こっちの火力もちゃんと直剣として高いし、ガンガン切ることができて、できるんで、まあ、よく棒立ちになる、ボス、デーモンの王子とか、それこそ、なんだっけ、デーモンの牢じゃないな。デーモンの王子とかには強いのか。あとなんだ、オスロエスか。なんか、そういうやつには非常に強い。で、ここも、R1 ブンブンをできるだけ入れていくことができれば、他の武器よりも速くなるでしょうと。いかに出血させるか。だからゲールと一緒にこんな感じで、なんかよく友情チェーンって言われるのかもしれないですけど、一緒になっていじめようと。多少攻撃を食らってもカス当たりならそこまでダメージは入らないんで、もうこの辺も、相手の行動、わざわざスタブを狙うまでもなく、しっかりとブンブン振っていく方が早く、この武器の場合終わると思います。2回出血させれば十分かな。3回したかな、ちょっとわかんないですけど。どうしてもやっぱり、移動しまくって出血値回復されるんで、まあ、多少の被弾は無視してゲールに攻撃しだしたら、もう4、5回切って R1 入れられたらいいかなと思います。まあまあ早かったっすね、フリーでも。で、デーモンの王子。デーモンの王子は、もう、なんか一番得意レベルのボスですね。この武器に関しては、やっぱり。そもそもダメージが入りにくいから、出血を、使って攻略しようっていうのは、よく、どこぞの攻略サイトなどに書いてある気がするし、実際に使ってみると、本当に強い。まあ、出血使うときには、やっぱり、例えばこのトゲチョクだったら7回6プラス1回で、出血値がたまるんですけど、そのプラス1回の7回目を、しっかりと、ちょっと立ち回りが悪い、入れられるように絶え間なく攻撃することが重要ですね、どうしても。おお、ちょっと荒れてる。そう、出血値相手が回復して、あんまり出血しなかったら、それこそ普通の松ヤニ使った方が早くなっちゃうんで、むしろ。なので、まあ、ある程度その立ち回りが分かった人が、使った方がいいような気がするなぁと思います。まあ、みんなでタコ殴りにする分にはみんなで出血いいと思うんですけど、ただ1対1でやるにはどうしてもそのこうやってブンブンブンと入れる必要があるので、まあ、それがあれなら普通に傭兵の相当を使った方がいいかなと思います。まあ、まあ、それ言い出したら全部そうか。ブロードソードとか。で、ここで倒れてる間に、攻撃すると出血値たまるんですよ。でも、攻撃しすぎて出血させちゃったんで、一回リセットされて、ミスって焦ってます。まあ、焦るほどじゃないんですけど、倒れてる間にもちゃんと出血値ってたまっていくんで、ちゃんと攻撃回数を見極めて、次こいつが体力マックスになってダメージが入るようになった瞬間に出血するようになると、調整しておくとちょっと早く、倒せます。1回分、出血1回分。ただ今回はミスりました。狙ったんですけど、まあ、2体の出血値を管理するのはなかなかしんどいんで、まあ、ほどほどに、まあ、できたらラッキーぐらいでいいと思います。ここはちょっと飛ばれて、レーザーを出される前にやりたかったですね。まあ、でも、それでも見ての通り、
1回飛んだ頃にはすでに体力が9割削れてると。めちゃくちゃ出血強い、デーモンの王子に関しては。あ、危ない。ナイスローリップ。はい、もう終わりと。デーモンの王子は特にやっぱ、単性じゃなくて、歩いてれば避けれて、ひたすら4、5回一気に攻撃が入るタイプのキャラなんで、キャラじゃない、ボスなんで、非常に、あれとは、出血とは相性が良い。下手な武器使うよりも、もう無強化トゲチョクとか、無強化、盗賊担当とか使う方が正直早いんじゃないかとは、ないかなとは思います。下手な武器、いろいろありますけど。で、この辺は、黄金松ヤニの薬効、さすがにここは黄金松ヤニの薬効を使います。ミディールは、全然出血してくれないんで。ミディールも出血すれば、正直もう本当にめちゃくちゃ強い。何も文句ないぐらいの性能だったんですけど。まあでもここも割と立ち回りを、意識し始めた頃なんで、それなりに早くは倒せるんじゃないかなと。はい、OK、おしまいと。R1、ここも薬を塗っときたかったですね。はい、おしまい。そう、ミディールが出血入ればなーっていうのはあるんですけど、まあそれはさすがに欲張りな気がします。で、ここはまあ普通に立ち回っていくと。300、400、350か、350もダメージ入ればまあいけるでしょう。まあ薬効をしっかり使うタイミングを、逃さないようにですね。割と12秒って長いんで、攻撃2回分ぐらいはなんとか持ったり。今のローリング薬効とかもちょっとちゃんと、覚えて、あんな感じで覚えて、攻撃を置くことが R1 を置いて戻っていた頭にしっかり入れられるようになるといいと思います。この攻撃ちょっと自分怖いんでローリング受けますけど。こことかもしっかりと薬効を塗って頭に入れていくと。バックジャンプっていうか、ジャンプブレスはちょっと痛い。これするだけで単純にもう遅くなるんで、ひたすら爪とかで攻撃してくれるといいんですけど、こいつは。まあしょうがない。で、この変身モーションの時いつもビビってちょっと攻撃すかしちゃうんですよね。それをちょっとなくした方がいいかな。もっとしっかり攻めてから、戻って、爆発を避けた方がいいなと思います。で、ここで、走られると、もうそれだけでロスになると。これだけは本当にちょっといただけない。これで10秒ぐらいロスになるのかな、15秒ぐらいロスになるのかな、わかんないけど。これってなんか、ほぼ、ある程度時間が経ったらほぼ確実にやってくるような気がします、今のは。ま、でもやっぱ純粋にちょっと攻撃力が直剣って足りてない気がするな、他のもっといい武器に比べると。このミディールを相手するにあたっては、まあ使いやすいし、手数も出るんですけど、少し個人的には体験とか、大極拳とかの方が立ち回りやすい、特に体験の方が立ち回りやすいというか、こういうダメージ与えやすい気がします。同じだけのその時間あたりにどれぐらい R1 を入れれるかが問題なんですけど。で、この次は何だっけ、ハーフライトか。ハーフライト、宝冠アルゴを倒します。アルゴは多分出血が効かないと思ってるんで、いや、わかんないです、これ。なので、薬効を塗ってます。まあ、正直薬効は、走ればノータイムで延長できるんで、カーサス比みたいに、この塗ってる時間ロスしないんで、そこは、倒し、なんだっけ、薬効を塗ることにしてますと。で、こいつは、スタブ入れて、バックステップ2回入れると、必ずなんか変な行動してくるんで、そこにスタブが入れられると。置き攻めは、まあ、運ゲーですね。R1 からの R2 が入らない。入ってほしい。この辺ですね。ロングソードよりもちょっとなんか短いような気がするリーチ。危ない。ちょっとロングソードより短いのかなと思います。それが、ちょっと、
こういうハーフライト戦、少しリーチが必要になってくるボスに関してはしんどいかなと。まあ、しっかり出血させることができればいいんですけど、まあ、この辺もちょっと立ち回りがなんか迷ってるというか。で、来たりが来ても、こうちゃん、あの、わ ちょっと 欲張りすぎ。ちゃんと生命力振ってれば生きてるんで大丈夫なんですけど、で、この状態で回復もされると、下手にこう焦っちゃって。まあ、この時点では、この1個前の走りだと、カーサスで出血で、なんだっけ、2体目の貝ヶ森無視して一気にこう、押せたんですよ。一気にこう攻撃して押せたんで、それをもう一回やろうと思ってガンガン攻撃してるんですけど、ちょっと今回はどちらので2回も回復されると、貝ヶ森もハーフライトもちょっと立ち回りがなんかうまくカバーし合ってて難しかったですね。ちょっとこれはひどいロスになってる。もう一回回復されるかな。さすがに大丈夫か。スタブを入れ、今のは、ラッキーですね。ちょっと、ハーフライトは立ち回りが悪い。これで40秒ぐらいロスしてる。まあ、元が早かったんで、ちょっと厳しいっちゃ厳しいんですけど、それでも20秒ぐらいは、まあ、普通にロスだなって感じですね。もったいない、ハーフライト。ここまで結構早かったのに。まあ、ゲールに関してももちろん出血が効くので、一発200、200か。出血が効くので、しっかりと、ブンブン振っていく。で、ここ、ゲール戦なんですけど、ちょっと、なんか、録画ミスってて、録画、自分がミスったわけじゃないんですけど、一瞬なんかパソコンが重くなってしまったか何かで、こっからちょっと音ずれが発生してて、ゲール戦に関しては音ない状態ですいませんけど、お届けする形になりますね。結構出血ブシャブシャ言って、見てる分には、じゃあ聞いてる分には気持ちよかったんですけど、で、第2形態になったら、一回毒にさせると。まあ、直剣なんですぐ毒になります。ラッキー。毒松屋に、この腐れ松屋には何だっけ？蓄積35か38ぐらいあるんだっけ？なんか、出血20ってさすがに弱体化しすぎな気がするな。あ、もう毒ってる。早い。毒ったらすぐに、カーサスに塗り替えます。ダメージを食らってまで塗り替えた方がいいかどうかはちょっとわかんないですね。で、そのまま。もう半分以上削れてる。いらんこと言ってたら。やっぱり、こいつ、ゲルに関しても結構攻撃チャンスが、今のとかも。結構攻撃チャンスがあるんですよね。だから、そんなに、もうちょっとなんかゲールが迷ったなと思ったら R1 を入れる直剣のモーションが早いんで。で、ここの後もちゃんと攻撃を入れられるんですね。1、2、3と。だから、隙がないように、いや、まあ、ゲールは結構隙があるボスなんですけど、痛い。ガンガン出血をしてくれるので、今のも実は止めれるという。まあ、止めても正直あんま旨味はないんですけど。はい、でおしまい。めっちゃ強い。食らった。 で、記録が1時間40分21秒で、これ初めて直近で、じゃあ初めて40分切れるんじゃないかと思ってすごい頑張ってたんですけど、ハーフライトで、見ての通りちょっと潰されちゃったんで、あと20秒足りずと。で、まあ、正直、棘の直近が一番早いとは思ってなかったんですよ。意外に最初のシュトクロス、カーサスじゃない、中指のカークを倒すのに結構時間がかかって、あのショートカットを開通して、いくのも、実は結構時間かかって、1分か1分半ぐらいはロス、シュトクにロスがかかってる。で、なおかつ、で、他のショートソー、ブロソー、ロンソーって、シュトクロスがほぼないじゃないですか。で、あれと比べて、まあ、そこまで速くならないだろうと正直思ってたんですけど、まさかの直剣カテゴリーで多分一番速い。てか、他の、今後も特にいろいろ直剣残ってるんですけど、多分一番このトゲの直剣が速いんじゃないかなと正直思います。まあ、やっぱ DLC の体力が多くなったボスに対して出血で割合ダメージを与えることができる。安定して。それが相当でかいですね。デーモンの王子と、ゲールと。
特にデーモンの王子なんか火力低かったらひたすら時間がかかってしょうがないボスなんで、そこでしっかりと進化を発揮できる。で、本編ボスのボスもエルドリッチとかオスロエスとか、総王子、化身、無名の王、もうほぼ全ての、全てとは言えないですけど、8割方の敵に出血が有効なんで、棘の直径マジで強いですね、これは。周回するときに持ちましょうってよく見てましたけど、まあ確かに、強い。お手軽だし、盾も構えられるし、モーションも速いし、言うことないんじゃないかなと思います。ただ、取得だけがちょっとネックですね、どうしても。深みの宿たち先に倒してしまうと、次の周回まで入手することができないんで、必ず一周するときに持っておいた方がいいと思います、個人的に。はい。棘の直径が強かったんで、いろいろ、熱く語ってしまいましたけど、これぐらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。